J-Wave Hello World、 今夜は気になる声コレクションと題して、生活の中で耳に残る声をご紹介しております。ゲストにお迎えしているのは脇坂さん、哲医さんです。もう一度ご自身でお名前をお願いできますでしょうか。お願いします。はい、東海道山陽新幹線、九州新幹線の車内アナウンスを担当しております脇坂京子です。てん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 、順番逆でしたね、失礼いたしました。都営バスのアナウンスを担当しております哲医静子です。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、さあここからはですね、お二人にナレーターというお仕事をまあするようになったきっかけを、はい、お伺いしていきたいと思います。先ほどまあちょっとちらっと触れた部分ではありますけど、脇坂さん、はい、もともとはあの新聞記者になりたかったんですけども、ちょっとそれに失敗しまして、失敗、それで自分でまた勉強し直しまして、うん、その深夜放送でジョー達也さんという方がジェットストリームというのをやってたんですね。いらっしゃいましたね。あの声に魅了されまして、ぜひこういう仕事をしてみたいと、あの人の心にこう残るような、そういうメッセージが残せたらなと思って目指しました。あと木宮涼子さんという先輩がいるんですけど、はいはい、あの方の声もなんか日本人の本当のなんか心っていうものが伝わってくるっていう感じがしたんですね。それで憧れてお二人のいらっしゃるところに来ました。なるほど、はい、なんか声ってでもすごく不思議ですよね。声は人なりって言いますもんね。なんか写真とかこう絵だと思い浮かべることはできるんですけど、はい、聞いた音とか声とかって、まあ、多分記憶の中で自分の頭の中で再生されてるんですけど、手に取れないし見えるっていうのと違うんですけど、でももっとなんかこう心と直結してる、なんかその声の伝わり方っていうのはあるんですよね。そうなんか鼓動と振動が伝わってくるって感じですよね。だから、共有できるっていうかな、一つの時間を、はい、いろんなこう記憶を呼び覚ましてくれたりとか、声にはそういうものあるなと思いますよね。まああのね、はい、先ほどもちょっとそのどうしてなりたいかってお話はあったんですけど、はい、まあ、さらにそもそもなんかそのきっかけになることっていうのはどんなところだったんですか。はい、もともと中学生の時に本当になんとなく一番楽そうだなと思って放送部に入ったんですね。ちょっとあの何か部活に絶対入らなきゃいけないと言われて、はいはい、で運動は全くできないので吹奏楽部か放送部しかなくて、で放送部の方が楽そうだったのできっとこれは楽しいかなと思って放送部に入ったんですけども、そこの顧問の先生が元 NHK のアナウンサーの方で、意外と厳しく、思ったより楽じゃなかった。楽じゃなかったですね。部活を休むと反省文書かされたりとか結構厳しい放送部に入って、そこで鍛えられたのが最初です。なるほど、はい、その後高校も放送部で、放送部入って、短大で演劇放送コースというところに行って、その後上京して何か仕事というふうに、まあ、先ほどのところにお話はつながるわけですよね。はい、あでも僕もそうでしたけどね、放送部でしたね。男子はどっちかっていうと機械操作の方がメインで、女性が喋るっていう形だったんですけど、僕は操作しながら喋ってたんですよね。今とほとんどやってること変わらないっていうのはありますけど、ただまあその今結構ね、やっぱこう聞いてらっしゃる方の中にもですけど、まあ将来は喋りのお仕事をしたいっていうんで、よくね僕も聞くのは将来ナレーターになりたいっていう方非常に多いんですよ。ナレーターになりたいって方はどんなとこ目指すのかっていろいろあるんですけど、まあ、その中でもその交通機関のお声をやるようになったそのまあきっかけっていうかはどんなとこだったんですか。まあ、お話しいただいてっていうとこではあると思うんですけど、はい、まず最初に声のオーディションがありまして、あの機械を通すので、その機械から流れる声がちゃんと皆さんに届くかどうかっていうそのテストがまずありまして、そのテストを受けた後に社長面接と重役面接がありました。あるんですか、社長の面接っていうのがあるんですね。はい、JR 東海の。ふわー、すごい。ちょっと通常の経緯とはまた、ちょっと緊張しました。ですよね。はい、どうでしょう。まあ哲司さん実際にこの都営バスのアナウンスやられるようになって、こういうとこちょっと難しいな、大変だなって思ったことってあるんですか。そうですね、あの早口言葉みたいな停留所が結構あって、はい、言いづらいキャリーパミパミみたいな停留所があるってことですね。そういう停留所があって、例えばどんな停留所の、今日言えるかな、はい、ちょっと言ってみます。
荒川土手操車場前とか環境局厨房合同庁舎前とか大井消防署八潮出張所前東京入国管理局前とかこういう言いづらいですよね。言いづらいです。なんか操車場っていうのそう言いにくいですね。差し水素層が続きますね。ですよね、はい、実は哲司さんにね、はい、これ言ってほしいっていうツイッターでも来てるんですけど一応僕は今青くこうあちょっと書いてくれた、大丈夫、その書いた字が綺麗なの大丈夫なのかな。ちょっと一回ちょっとあの下読みというか見ていただいてちょっと一言言って確かにね難しいですよね、まあ、その間にあのちょっとね脇坂さんは何かありますか、こう駅名の中でこう東海道山陽新幹線九州新幹線なんちゅう日本を縦断しますでしょ、うんうん、ですからジボティのJR の方と、ね、それから東京で共通語の発音しろっていう方との揉め事が結構ありまして、こっちの言い方の方がみたいな、地元ではこれだと、東京ではこっちだと、はい、いうことが結構ありまして、うん、そのせめぎ合いが結構ありますね。なるほど、ご自身ではなんかどんな部分気をつけられてるとかっていうのはあるんですか。やっぱり先ほど申し上げたように、うん、本当に嬉しくて乗ってる方とか、うん、それから病気であるいはまたそういう ね、悲しみを抱えたまま乗ってるとか、うんうん、失恋したとかそういう方々がたくさん、まあ、思いをそれぞれの思いを乗せて乗ってらっしゃるわけですから、うんうん、どなたにでも安心して安堵して、うん、静かな1時間2時間を過ごしていただきたいっていう気持ちで勤めさせていただいてます、うん、なるほど、はい、まあ、人の皆さん感情の起伏がね日々ある中でっていうところですから、はい、わあすごいな、そういうところも考えてらっしゃるんですね。さあそれではお待たせいたしました、はい、お待たせいたしました。哲司さん、これあのツイッターで来たリクエストで非常に読みづらいと思うんですが、はい、お願いいたします。三義、はい、総合研筑波東事業所筑波研究支援センター入り口いや大丈夫です、うん、バッチリじゃないですか。バッチリです、ありがとうございます。そのなんかこう終わった後の安堵の表情がちょっと一番印象的でした。ありがとうございます。なんでツイッターが難しいわ。もう12ページ、ね、今度12ページですか。です、はい、はい、これ日本の曲はかからないんですか。日本の曲はかかります。あ、かかります。前半でもかかったりとかは実はしてるんですけど、はい、ちなみに哲司さん言ってて楽しくなるっていうのもありますので、うん、もし時間によってはこの2つは、はい、わかりました。楽しくなる、はい、うん、楽しくなるんです。こんなにいい声ばっかり耳に入ってくる日もなかなかないですね。確かにね。いやでも同じあまりお仕事されてる方同士でこうやって会うことってそう多分ないですよね。あのキャスティングで何人か集まって CM 撮ったりとかそういうのはあるんですけど、でもやっぱり一人 VP とかが結構多いので、基本的にはそうですよ ね、スタジオの中で孤独ですね。そうそう、はい、確かに。でもこんなに皆さんに囲まれてるの初めてですね。確かにそうですね。スタジオ一人ですもんね。ヘリコプターも一人でしたね。操縦パイロットとカメラマンと私と3人でしたから。それもすごいな、1000時間って。面白かったですよね。いや、よく見てました。不思議に言わないもんです。言わないです絶対。 That was Voices of East Harlem で Cashing In でした。 J-Wave Hello World、 今日は気になる声コレクションでもだいぶ皆さんの耳くすぐってると思いますけど、ゲストは東海道山陽そして九州新幹線のアナウンスを担当する脇坂京子さん、そして都営バスのアナウンスをご担当の哲司静子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。お願いいたします。ね、先ほどはちょっと大変だったお話みたいにお伺いしましたけど今度はちょっとこう嬉しかったこととかってありますか。はい、東京から九州までお話ししてるわけですから、うん、はい、そのところところに行ったことがないところばっかりなわけですよね。なるほど、まあ、京都とか大阪に行ったことありますけど、はいはい、うん、ですからそこの場所に行った気分になれる。
まあそうか、自分がそれを言ってるだけで行った気分になれると、はい、まあだから別所温泉に入ってみたりとか、はいはい、姫路城を見たりとか、うんうん、そういうようなことを想像しながら行った気分になれますね。なるほどね、はい、あとなんかこう好きな、はい、こうなんていうんですか、場所っていうかなんかありますか、こうここの地名が好きだとか駅名とかで。一番好きなのは京都ですね、やっぱり京都、はい、なんて言うんですか京都の時いつも。次は京都、京都です。それなんですよね、京都みたいな、あの感じがやっぱすごい好きですね。それもやっぱなんていうんですか、こうどうやなるべく、まあ、シンプルはシンプルなんですけど、どこかに何かちょっとこう京都の雰囲気を出さないといけないとか、やっぱ自分で考えるんですかそれは。いや、ディレクターの方がいろいろこうではない、ああではないというふうにこうして指導してくださるんですけど、でもやっぱり自分の、思い入れっていうのはありますね。うん、確かにそれはありますよね、はい、気持ちがそこに乗るっていうのが、京都聞くと落ち着くわ。そう、京都のね、こうあの屋根の瓦とか、はい、五重の塔とか、ね、当時の、あれが浮かんでくるんですよね。ね、ちょっとしたそういう気持ちの変化がやっぱ言葉に乗りますね、はい、さっき難しいのお願いしちゃったんで、手塚さんにはですね、はい、好きな停留場ってちょっとあると思うんですよ。2つあって、はい、1つが、うん、中央卸売市場火災市場前って、なんか市場が2つあってちょっと韻を踏んでる感じ、ちょっとラッパーですか、ラッパーみたいな風に読める人が読んだら面白いだろうなっていうところが好きで、うん、あともう一つ、新宿ここから広場前っていうところを、こことからの間に点があるので、私新宿ここから広場前って読んでるんですけど、実際乗ってみるとなんか片言みたいになってて、ちょっと面白い。自分で後でこれでいいよって OK もらったのに、自分で乗って聞いてみると、ちょっとプブって笑っちゃおうかなっていうなんかえっと思って、そしたらみんなは平気なんですけど、本人がそう思うってことですよね。中の点を忠実に再現してるところが好きですね。ね、はい、ちなみにお二人がこうそれぞれ乗り物に乗った時、なんか職業病っていうか、ついついこうやっちゃうことがあるそうですけど。私は恥ずかしいので結構ネタふりをしてるんですけども、ね、アナウンスが聞こえると、聞こえてきますよね、カタッと目を開けまして、お客様の表情を盗みますね。なるほどね、どんな風かなという。確かにそれが職業病ですね。職業病ですね。はい。哲司さんはいかがですか。私はバスの特に聞こえやすいスピーカーの下があるんですけど、ありますね。そこに座ります。空いていれば。ちゃんとチェック。しっかり聞いたり、あと停留所にちょうど来るバスに近づいていって、聞こえてくるアナウンスを、車外放送もあるので、そういうのもしっかり聞きに行って。哲司さんがもし京都を言ったらどうなるんですかね。次は京都、京都でございます。なんかこうバスで行く感じが、バスで行きましょう、長距離バスですね、長距離バスだって頑張って行きましょう、ね、でも面白いですね、やっぱそこにもう耳馴染んでるから、なんかそのなんか雰囲気になっちゃうっていうところがありますよね。いやー、僕はね、電車乗ってる時に、今外国の方対応だと思うんですけど、こう英語でもすごい言うじゃないですか、ね、はい、渋谷に乗り入れすると日本語で言った後に、たくさんの電車を全部、ね、英語で言うわけですよね。 This train is down for 山手ライン、井の頭ライン、銀座サブウェイライン、半蔵門サブウェイライン、すごい長い全部サブウェイラインって言ってるだけで相当な文字数だなみたいな ね、 そうですね、外国の方もありきっていろんなことを感じてるのかなっていうふうに思うんですけどね、はい、いろいろと今日はですね、お話をお伺いしてきたわけなんですけど、先ほどはちょっと難しい質問っていうか、停留所の名前もやっていただきましたけど、はい、何か喉のケアやってますかって質問来てます。私はやっぱりうがいと、あとマスクですね。うがいとマスク、あと吸入、はい、それは欠かしません。そうね、はい、この時期とかやっぱりですもんね、乾燥しますもんね。哲司さんはいかがですか。マスクは真夏以外は全部つけてます。ずっと、ずっと寝てる時も、寝てる時もつけてます。一緒です。あ、そうなんですか、はい、やっぱ乾燥しちゃうんですね、はい、寝苦しくないですか。でも大丈夫です、慣れる、むしろ好きです。あ、逆に慣れてくると、まあでもあれですよね、こういつ何時のお仕事っていう時もありますしね、常に万全の状態作っておかなきゃいけないっていうのは、そうですね、体が本当に楽器なので、ですよね、はい、確かに、はい、さあじゃあ、お二人にですね、今後のまあちょっと夢について、はい、ぜひお話しいただきたいと思いますけど、脇坂さんいかがですか。
最近日本語っていうふうに一括りで言ってしまいますと、はい、若い方が縮めて、例えば卵かけご飯をTKG とか言ったりしますよね。そうすると、はい、なんか寂しい気がするんですね。だから日本語の良さっていうものをもっともっと若い方に知ってほしいし、私自身も知りたいですし、やっぱり昔から伝わってる言葉が消えてしまっていくというのは寂しい感じがします ね。だから特にこの新聞出てたんですけど、微濁音があと5年か10年で消えちゃうっていう、あ、この微濁音があるおかげで日本語はとっても美しいって言われてるはずなんですが、ね、それがなくなるのが寂しいと思います。だから、まあ、次の世代の方にぜひこれを伝えていきたいっていうのが私の希望ですね。脇坂さんの声で多分卵かけご飯って言われればみんなそういうようになるんじゃないかなと思いますけど、卵かけご飯って言っていただけませんか。卵かけご飯、こういうことですよね。これ聞いたらみんな卵かけご飯って言ってくれるんじゃないかと、はい、哲司さん。私はまだバスを担当して3年ぐらいなんですけれども、はい、今後バスといえばこの声っていうぐらい定着したい、ね、定番化したいっていう思いがありますね。さらに、はい、どこ行っても、はい、哲司さんの声だよね。そうですね。で、バスで旅をしたいですね。ですね。で、今度長距離やりましょう。長距離ぜひ。そうですね。ありがとうございます。じゃあ最後にですね、お知らせがありましたらお願いいたします。草加さん、何かありますか、お知らせ。私はまあ白石加代子さんがとっても好きなんですね、はい、あの方の百物語をなさってるんですけども、はい、それにちょっと私も載せていただけたらなと思って自分なりに練習してます。練習してるっていうね、はい、ですからちょっと小さなあの子ども会とか、はい、読み聞かせの会とか、うん、そういうところに行ってやりたいなと思っております。なるほど、はい、ね、まあ、ぜひそういうところで近々はあのうちのマンションの子どもたちに聞かせ、はい、聞かせてあげるんですね、はい、ね、声を届ける素敵なお仕事ですから、はい、これからもぜひ。ありがとうございます、はい、哲司さん、何かお知らせございますか、はい、あえて言うとすればなんですが、はい、飛ばす型の動くロックという目覚まし時計が今売ってあって、ええ、その、 目覚ましちょうど時間になると私の声を流しながら走って逃げていくというものが売ってあるそうなんですね。で、飛ばすの定期券発売所とか、はい、ちょっと売り切れてなければまだあるんじゃないかなと思いますので、ぜひチェックしてくださいということですね、はい、バス乗る以外でも楽しんでいただけると。そうですね、ちなみにでは、はい、新幹線にはそういうグッズがたくさんあります。たくさんありますからね、はい、ぜひお買い求めください。私人税が入ります。リアルだわ、今の言葉が一番面白かった。はい、というわけでございまして、今夜はお二方素敵な声をご披露いただきました。本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。太郎さんも元気で、ありがとうございます。